芸能界を震撼させる。滝沢秀明の戸部に続々と人気タレントが集結。タッキー率いる新事務所、戸部、トゥービーの台頭により、ジャニーズ事務所との間に激しい全面戦争が勃発しています。この記事では、タッキーの野心、戸部の急成長、そしてジャニーズ事務所の対応に焦点を当てながら、今後の芸能界に及ぼす影響を考察していきます。 タッキー率いる戸部の急成長。元ジャニーズ事務所の副社長であった滝沢秀明、タッキーが立ち上げた新事務所、戸部は、その急成長に多くの業界関係者が驚いています。三宅県、平野市洋、神宮寺由太たなどの人気タレントが次々と介入し、業界内外から注目を集めています。 さらに、ジャニーズ JR のインパクト大津をとして活動していた佐藤真、影山拓也、横原祐樹、松井壮、椿康志が、キ俊介、鈴木大河の7人も新グループ E、AP、として都米への合流を発表し、話題をさらっています。タッキーは、これに満足することなく、やめじゃに。 と呼ばれるジャニーズ事務所を離れたタレントたちへのサポートも約束しており、山下智久やキスマイフト2の北山博光など、他の人気メンバーの遺跡も噂されています。彼の野心は止まることを知りません。ジャニーズ事務所の動向。一方、ジャニーズ事務所側は飛べの勢いに対し、困惑している様子が伺えます。 ジャニーズ事務所は、ジャニー北川氏の死去以降、混乱が続いており、さらなる人材の流出を防ぐためにも対応が求められています。しかし、タッキーが辞めジャニーを引き抜く場合、ジャニーズ事務所側は引き抜き行為として支配される可能性があり、対応に苦慮しているようです。タッキーの内心には、敬愛していたジャニー氏の後継ぎ者になるという強い自負があり、 ジャニーズ事務所がジャニー氏を守れなかったことに対する不満や苛立ちもあるようです。そのため、タッキーはやめジャニーたちを率先してトベに引き取ると宣言し、今後のジャニーズ事務所との対立を覚悟しています。芸能界の構図が変わる可能性。タッキーの野心とトベの帯同により、芸能界の構図が大きく変わる可能性があります。 もし、他の人気ジャニーズメンバーややめジャニーが次々と飛べに移籍すれば、ジャニーズ事務所の立場はさらに揺らぐことでしょう。一方で、タッキーが引き取るタレントたちによって、新たなスターが誕生することも期待されます。ジャニーズ事務所側は、自社のタレントたちをしっかりと支える一方で、人材の流出を防ぐための対策を考える必要があるでしょう。 トベとの競争や協力関係の構築が求められる局面に立たされています。最終的な結末はまだわかりませんが、ジャニーズ事務所とトベの戦いは芸能界全体に影響を及ぼす重要な局面となるでしょう。両者の野望と戦略、そしてタレントたちの選択が今後の芸能界の行方を左右することは間違いありません。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。